モアトリーズというものを始めたんですけども、ね、そうですね、まあ、温暖化がね、もう本当に急速に加速している実感が皆さんあると思うんですけども、これなんとかしないといけないと、もちろん省エネも大事なんですけども、やはり CO2 を吸って私たちに酸素を供給してくれる木をね、増やさないと、誰も吸収してくれないんで、吸収源を増やして、そして僕たち人間が出している CO2 も減らすと、こうしないととても間に合わないということで、植林をやりましょう皆さん一緒に、でもちろん木や森というのは CO2 だけの問題ではなくて、保水力とかそれからたくさんの生物をね、養ってくれているわけで、森には多様な面がありますので、これはまあ今世界中から森がどんどん刻々と消えていってますから、増やさなければ大変なことになります。まあ人類の歴史を見ても、森が消失したところの文明はね、必ず滅びてきましたから、まあ、世界中で森が消えているということは、人類の文明全体がね、滅びる兆しでもありますので、なんとか私たちの子供や孫や将来の世代のために、残して増やしていきたいと思います。ということです。僕も東京前、東京育ちです。で今ここは港区の、元学校だった場所です。コンクリートの上に立っていますけど、でこんなところで何かできることがあるのかと、まあ、その全員がね、僕たち全員が縄文時代の暮らしに戻れるわけではないので、でどういうやり方があるか、そうですね、簡単にできるのは、例えばもうすでにいろいろな地球のいろいろなところで、植林事業をやっている団体などに寄付をするとかですね、まあ、たまにはご自身も行ってそれに加わるのもいいですけども、それができない方は寄付をする、これは一番簡単な方法ですね。僕もニューヨークに実は住んでるんですけども、ニューヨークから東京に来てまたニューヨークに帰るときに飛行機に乗るとやはりたくさん CO2 が出ちゃいますよね。日々暮らしてると何かやるたびにテレビつけたら CO2 これ出ちゃいますし、何かやるたびに出ちゃうんで、それを出ちゃうのを抑える、出ないようにするっていうのもいいんですけども、出ちゃったら出ちゃった分はどこかでその植林をして、出ちゃった分をそこでオフセットする、プラスマイナスゼロにする、これが大事ですね。こういう考え方を皆さん持ってもらえると、急速に CO2 が減っていくような気がします。安倍首相が2050年までに、世界の CO2 の排出量を 50% 半分にしたいと、いろいろな国に呼びかけていますけれども、まあ、大変結構なことですが、果たしてそれで間に合うのかというのが僕はちょっと疑問があります。それで温暖化っていうのはこう一様にだんだん暑くなっていくのではなくて、その急速なこうカーブをね持って進んでいくのかもしれなくて、みんなまあ分からないんですね。いろんなシミュレーション科学者がしてますけども、人類起源の CO2 で温暖化が起こっているというのは、なんか起こるということは
まだ人類も今経験中、初めて経験中なことでなかなかわからない、ただ予想以上に早く進行してしまったらそれを戻すのは極めて困難ですから、これは早ければ早いほどいいと思います。もうそういう、まあ、フィードバックと言いますけど、フィードバックの方に入ってしまうと、フィードバックループの方に入ってしまうとちょっと怖いことがあるので、あの2050年なんて言ってないで、あと10年、少なくとも2020年ぐらいまでには何とかしないと、まずいんじゃないかなと思います。